こんにちは、名神工業です。この動画は一般の方がコーキング工事を行う際に材料購入の参考になればと思って作成しています。実際にホームセンターに売られているものを詳しく紹介していきたいと思います。第4回目はこちら、コーキングヘラです。今回はこのコーキングヘラについて詳しく紹介していきたいと思います。コーキングヘラの作り方も解説いたします。 それでは実際のホームセンターのコーキングヘラの商品棚の画像をご覧くださいご覧いただいている通りいろいろな種類のヘラがありましたよねスポンジでできたもの金属のものそれからこちらはスポンジにゴムを貼り合わせたものこれは私の住む地域ではゴムヘラとかならしバッカーとか単にバッカーと呼ばれています はい、実際の商品がこちらになりますこのような形のヘラです実は私たち専門業者はこのまま使うようなことはしませんこのように先を削って特別な形にします他にもこんなような種類この大きさを少し小さくしたのがこちら そして先端を丸くしたのがこちらになりますそして先ほど紹介したならしバッカーこういう形にして使いますいろいろなサイズを用意しますそれでは実際のヘラの作り方ご紹介していきたいと思いますまず最初にならしバッカーからいきましょう はいいままずバッカーですすががろんな種類がありますこういうものオレンジで裏側のスポンジが灰色のものそれから青色裏側のスポンジが水色のものあとオレンジで裏側のスポンジが白いものがあります何が違うのかというとこのスポンジの硬さです青いものは柔らかいです灰色のものもは 中くらいかな白いものはちょっと硬くできています何が違うのかというと仕上げた時のの弾力の強さです柔らかいものを使うと力を込めるとこのようにゴムが自然に曲がりますグレーのもの白いものを使うと裏が硬いのでなかなか反りにくいですですから 力を入れて仕上げた時にあまり材料が沈み込みたくない場合は裏の硬い白かグレーを使ってください少し R に仕上げたい場合は裏の柔らかいブルーを使ってください、はい、例えばコーキング目地の幅が このぐらいの細い目地だった場合だいたいこれぐらいの幅のヘラが合いますかねそれではこれに合うヘラを作っていきたいと思います実際の目地の上にならしばっかを置いてちょうどいいサイズこの目地よりも少し大きくそれで大きくなりすぎない程度にカットしていきます このままでもいいのですがこの先端を鋭角にカットしていきますよく切れるカッターの刃を使ってください切れないカッターで何回も切るようなことをするとこの部分がガタガタになってしまいますそうするとコーキングを仕上げた時にコーキングに筋が入ってしまうことになるのでよく切れるカッターで一気にスパッと斜めに切っていきます こんな感じに斜めにスパッと切ります。これをこんなような竹の棒に取り付けていきます。これはホームセンターで売られていますので、まあ、買っていただいてもいいですしこれじゃなくても例えば割り箸割り箸なんかでも代用できます。裏の剥剥離紙を剥がして 取り付けますこれで仕上げヘラの完成ですこのままだと例えば作業してる間にこれが取れてしまうのは一番厄介なことですので補強のためにテープでぐるぐる巻きにしますこんな感じで何週間巻きますこんな感じで仕上げヘラの完成です これを使ってて仕上げていきます例えばコーキングめじがこんなに大きい場合コーキングのめじよりも少し大きい程度これぐらいで作りますこれ縦ですと合いませんので横に使いました これもここがガタガタにならないようによく切れるカッターで一気に切っていきますこんな感じにスパッと切れますこれに取り付けますこれで大きいイメージも仕上げることができます これも一応念のためにテープで補強しておきましょうなかなはい出来上がりましたじゃあこっちも作ってみましょうこれも合わないので横にして コーキングの目地よりも少し大きいくらいで切っていきます斜めにスパッとこんな感じでいっていきますこの裏側のスポンジが柔らかいものですとこういう広いところ顕著に違いが現れてきますこれを仕上げた時は裏のスポンジが柔らかいので 湾曲して仕上がりますですからコーキング剤がこういうふうにアールに仕上がってしまいます裏のスポンジが硬いとまあ多少へこみますけどもこのアールが少なくて済みますはい次は金属のヘラです、えー、こちらが実際にホームセンターで買ってきたものですこちらをこのような形に削ることになります えー、これはベビーサンダーを使って行いますので一般の方にはあんまりおすすめできませんあのー、申し訳ないですけど自己責任の方でお願いしますやり方だけちらっとお見せしますなぜこういう四角いのと丸いものがあるのかこれはコーキングの仕上がり面が四角く何て言うかまっすぐに仕上げるものか 仕仕上上がががった時に丸く仕上がる方がいいのかこれは打つところの場所によってあるいは見栄えをどのようにしたいかによって変えますもう一つこれが少しホームセンターでまあ4500円だったかなもうちょっとしたかなだったと思うんですけど実は100円ショップでこんなものを見つけましたスパチュラと書いてあります多分何ですかね生クリームを。 デコレートするようなやつなんですかねこれ使えますこれですね硬さも十分しっかりしてます、まあ、幅が少し狭いのでこのぐらい大きい四角にはできないですけどそれでも十分使えると思います100円ショップで買えますのでお得ですそれでは実際にベビーサンダーで加工していきたいと思います きました、えー、あんなやり方すると危ないだとか良くないっていうお叱りを受けるかもしれませんがあのようなやり方で実際作っておりますで今作ってきましたこのヘラまあある程度できてますけどねちょっとまだザラついてるところがあるので適当に最初こうやってバリを取ってあげてこういう感じで仕上げてあげれば完成ですこうなるべくですね アシンメトリーな感じですよねあの左右対称じゃなくてこういう左右対称のままだと使いにくいんですねこうアシンメトリーにしてあると何て言うかなこう使ったりこう使ったりいろいろ使い方ができますんでこれだとこれっちもこっちも変わんないですもんねということでこういうような少しアシンメトリーな感じに仕上げますこんな感じですかねはいこのちっちゃいのなんかは使いにくそうですね 細かかいい隙間には使えるかもしれないですねこれで金属ヘラの完成ですはい実はですね金属ヘラ作るの一般の方じゃなかなか難しいので今回100円ショップに行っていろいろ探してきましたご紹介しましょうこれは金属ヘラの代わりにならないですねスパチュラのミニですこれはあのゴムヘラの代わりに 使えそうだと思って買ってて買きましたどうですかなんとなくこういう形のゴムヘラ版みたいなイメージでただちょっと先がね柔らかすぎるんですねなんでちょっと使いづらいかなこれだとちょっとうん使いづらいかもしれないですなそして次 ガラストップ用スクレーパー焦げ付いた汚れ落としになんとなく形でおいいかもしれないと思って買ってきましたこれ硬いのでこう金べらの感じでただやっぱりこのなんていうかアシンメトリー感ではないのでこういう場合はあのそうですね こう,こう仕上げられるんですちょっと斜めにこう仕上げられるまっすぐなんでガチッと真上からこうじゃないといけないですね使えないかな今度これを使った仕上げの実験をしてみたいと思います次これは良かったこれはいいと思いますアルミバターナイフどうでしょうこれはね形がこう 言ったようにアシンメトリーの形になってますので左右非対称の形になってますこれはいいんじゃないかなほら薄さもちょうどいいそしてもう形似てますよねこれは多分使えると思いますどうですかほらいいでしょうこれは意外と使えそう ただ少しね、厚みが、ちょっと厚みがあるんですよね。大体僕らが使ってる、このヘラの厚み。うん、もうこれは伝わるかどうかわかんないですけど、厚みが、う1.5倍ぐらいあるかな。ちょっと厚いと、やっぱり、先ほどのあの、ゴムのヘラで、シュッと斜めに切ったように、もうスタートのところでね、使いにくいかもしれない。これも いつか仕上げのこれで仕上げた動画を上げたいと思いますそしてらめ付けがこちらででん栗の皮が簡単にむける厚みかんやオレンジの皮むきにも便利これどうですかほらあら手汚いほらこの形どうです この形、分かりますかねもう完全に、完全にこれ、完全にこれ、これ。ほら、小さい隙間にちょうど良さそう。こう、これはいいと思う。刃がついてるわけじゃないんでね、安全です。これも、ちょっと次の動画でこう仕上げるっていうの、これでやってみたいと思いますね。ただこれ、細い。 目地しかできませんね隙間埋めぐらいの細い,目地い,いですねこれだから100均ですんであの削らなくても済みますし使えると思います実際使えるかどうかちょっとやってみたいと思います多分使えると思いますはい今回はコーキングヘラの紹介コーキングヘラの作り方の紹介でしたちょっと危ない作り方もありましたけど決してあの推奨できる 作り方でではないのでやられる方は十分気をつけて行ってください自分でヘラを作らないまでも100均とかあのホームセンターとか他のもので代用できそうなものいろいろありますのでねこういうのを探して歩くのも面白いかもしれませんそれでは今回はコーキングのヘラの作り方でしたが次回以降は実際に100均のアイテムを使ったり作ったヘラを使ったりして実際にコーキングを 施工する動画を作りたいと思います。今回は最後まで見ていただいてありがとうございました。名神工業でした。